まあまあまあ、そういうわけじゃない。え？ちょ、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 そういう意味じゃない、そういう意味じゃない。新年か、はい、新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、で今日なんですけど、まあ、新 YouTube 班、はい、YouTube メンバーでちょっと企画会議、はい、ですね、はい、企画会議をします。はい、でちなみになんかステッカーも応募前したじゃないですか、3人でやりましたっけ。やったね、最近だよ。すごい全然覚えてないですね。本当に1ヶ月前ぐらい。マジっすか。もう忘れちゃった。あ、僕キャンプレッドですか。毎日やそれ、毎日それ、はい、その時に、なんかこんなのやってほしいっていうのがあったら書いてくださいみたいなあったんで、はい、それぜひあの企画に持ち込んで、はい、社長の車を違う車に入れ替えていた時、もうちょっと難しいですよ。えぐいそれね。さすがにできないですよ。えぐいて最後ピンコ出ししてみよう。練習したと思います。えぐいて、えぐいて、あーいあーいえぐいあーいそれ多いよね。はい、で、はい、足場影払い多くしてほしいです。まあそれは無理やね。無理無理。なんででも現場出ないもん。そうね、別にミッチって書いてないから。あ、嘘、書いてないから。かっこミッチって書いてあるから。書いてないね、全然。できる場所は質問し、で、あと、まあ、ちょっと関係ないけど、カメラ、うん、今ちょっとカメラマンさんがやってくれてるから、あれ結構設定とか難しいもんね。ああいうのとかもちょっとずつ見るので、でもカメラ、こう徹底して覚えてる。わかりました。アイドルは、なんか出れるとかあったら何でも出てきたので、何でも言ってます。何でも頑張ります。出演するっていうか、ことですか。もう、やっていけたら、はい、盛り上がれればいいかなって思います。あ、ニーニーでみたいなですね。撮る側ももちろんですけど、うん、出る方も、うん、出るんですか。出れるなら。で、出て何できるんですか。今はそういう企画をする、こういうのこれから考えていくんじゃないですか、今日。ああ、ね、え、出て何かもたらしてくれるんですか、うちの YouTube に。これからどんどん増やしていく、チャンネル登録、はい、どんどん増やしていくんだったらいろんなことやっていく。はい、もう全然もう出て、何戦で出てっても、ね、だからいろいろアイディア出してって言ってたんで、うん、ただ出しつつも自分で出れるんだったら、いろいろ変化をもたらしてやっていくのもいいんじゃないですか。はいはい、出るんですか。出ます。へぇ、ダメですか。いや、なんかダメですか。全然全然みんな出た方が楽しくなると思うし。ですよね。そう、楽しくなる。いやでも何なんか、そうですね。いきなり出るとかちょっと調子乗って。調子乗って。さっ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 。え、だってそう思いません。はい。ミッチーさん。ミッチーさん。ミッチーさん。え、ないですないですない。君なんですか。という。いやなんかちょっと調子乗ってることないですか。どう思います。あ、僕がね。僕が調子に乗って、ミッチがチャケ取るから。いや、じゃなくて、そういうことじゃなくて、なんか、はい、調子乗ってることないですか。あ、ちゃんさん調子に乗ってるのかな。いや、まあ、でも出るそうだらば仲良く、みんな仲良く、うん、やっていけば、やっていけば。でもやりたくない、一緒にそうやって動画出たくないとかって言うんだったら、そのリリーさんがその出てたで、あんまり再生回数伸びたなかったやつも絶対あると思うん でそれを今度、私でやってみて、はい、やったら伸びてくなると思うんですよね、絶対私だったら。あ、その私の出たやつで同じやつをやるってことですか。そうです、それパクリじゃないですか。多分そう、パクリです。パクリですけど、じゃあ実際に伸びてなかった動画を、いやでもそれ、ね、だからアレンジしてやっていくっていうのも、はい、いいと思いません。いや、それで伸びるんですかね。伸びますよ。え、どう思います。だってリリーさんで伸びてなかったからって私が出て伸びないわけないじゃないですか。え、何その自信、どっからその自信出てくるんですか。こっからです。こっからです。え、ちょっとどう思います。どう、え、いけると思いませんか。いや、そんな簡単なもんじゃないですよね。うちらめっちゃ撮ってきてないですか。まあまあ難しいっちゃ難しいっすね、YouTube。まあ順番にやるって、うん、だから簡単なとこからやってきて、もちろん、うん、なんかそのリリーちゃんが撮ったやつとかじゃなくて、で新しいもう、ね、ここでまた別で作ってやるとかでも何でもいいんですけど、多分このまま
ズリリーさんだけで出してても絶対これ以上伸びないと思う。私もなんかいくつか見て見させてもらったんですけど伸びないと思うんですよね、このままじゃ。まあ、でも実際あれですよね、一回撮って、うん、あの爆速の翔くん、翔くんのドッキリは一応やる。あ、そうなんですか。どういう、え、どうでした、ぶっちゃけ。ぶっちゃけどうでした、やっ、私やってみて。自然にその翔くんもいい感じになんか出れて、ほら、どういう系のほらファンって言って、あ、持ってって、爆速に、そう、そこを指示してるんだけど、で、あの、なんか安全帯付けるシートを取った。へえ。いや、なんかめっちゃなんか男に媚び売るみたいな感じの気持ちじゃないですか。まあでもそれが仕事のうちなんでね。考えてるんですか、それ。にしにしよ。めっちゃ嬉しそうじゃないですか。でも、じゃあつまんない顔で YouTube 撮ってても面白くないですよね。まあそれはそうですけど、私はなんかそうやってぐじ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 言うよりも出ていろいろやりましょうよって言ってるの何が悪いんですか。いやでも本当にそんな簡単じゃないですよ。なんか軽い風に考えてるのか知らないんですけど、でもできると思うんですけど。めっちゃなんかできる、いやできるできるとかなんかそういうもんじゃないですよね。あ、まあ難しい、まあ難しいですよね。ですよね、うん。まあ、そのリリーさんって今そのミッチーさんとか男の人がいっぱいいる中で その出演者で女の子一人じゃないですか。だからなんかもう言い方としてはそのおたさんの姫みたいな感じだから、なんか今自分の座があるみたいな感じで思ってるんですけど、なんかいやもうなんか申し訳ないんですけど別にそこ私でもいけるなっていう感じがあるんですよ。奪還しようとしてるってことですね。奪還とかじゃないです、別に慣れてきてからちょっとずつね出て、まあ、きれいなのリリーちゃんみたいなのできへんで、そうそうそう、なんでまあだったら出る必要ないじゃないですか。まあちょっとずつ、だから現場のそういうどういう風にやっていくかっていうのをカメラを通して見てからで覚えてどんどん出ていけばみんなに迷惑かけずに出ていけますよね。いや、おかしくないですか。おかしいですか。おかしくないです。YouTube 班長、班長、班長、班長。でもさっきから班長は、ね、ちょっとずつって言ってるんだから、ね、いやでもこんなポットでの人にがっつり出るわけじゃなくて、いやそんなちょびっとだって必要そもそもあります、なくないですか。やります。そこに気があれば多分そうそういいと思うし。出すんですか。まあ一回やってみたらいいんじゃない。出すんですか。いや、うちら今までやってきたのにこっちのこんなポットのやつ選ぶんですね。まあまあまあ、そういうわけじゃない。もうエヴァ。え、違う、そういう意味じゃない、そういう意味じゃない。間違えた。違う、リリーちゃん。やばい、やばい。もういいと思います。いや、やばいっす。いや、もうなんか最初から、じゃあもうみんないたんで、あんまりニコニコしてたんですけど、でも仕事としてどうかと思うんですよね、ああいう態度で。一回ちょっと座りましょう。一回頭冷やした方がいいんじゃないですか、リリーさん。めっちゃ大丈夫です。きついんじゃない、ちょっと。あ、私がですか。口調がちょっときつかったかもしれない。まあでも、最初にふっかけてきたのリリーさんじゃないですか。やめて。ふっかけたから、全然もう話が耳に入らなかったもんな。喧嘩しよう。怖かったですね。珍しいな、こんなのとこ見たことないです。ねえ、初めて。こんだけ3人でやってきたのに。ちょっといいですね、そっちから行ってあげるな。戻ってきづらいです、場所はいいです。でも一回もちょっと、彼女が考えたのが、うん、てってれーてってれー、ズッキリ大成功、ズッキリ大成功。言葉電話。口めっちゃ可愛いですから。あれさっき冗談っす。冗談ですよ。仲良しです。はい、わざとバトルしたんですよ。今からここで企画会議をするんですけど、寺西さんとミッチーさんとあと編集の男の子と、まあ、私たち5人で企画会議をするんですけども、その企画会議でうちらバチバチに喧嘩して
で、男性どもを恐怖のどん底に陥れだろうと思いまして喧嘩の内容としましては、 YouTube に出たい出たいってバンバン言ってもらって、で、なんか私が調子乗ってんじゃねえよみたいな感じでで、チュチュチュの喧嘩したるんで、はい、それで男性陣の反応を要チェックでお願いします。はい、じゃあバチバチに喧嘩しましょう。調子乗ります。調子乗ってください。調子乗んなって言いまくるんで先輩お願いします。はい、お願いします。それ前回のやつだ。前回のやつや。企画会議しろって言ったのは誰なんですか？企画会議、そうです、企画会議するってこと分かってたんで、そこちょっとそこで喧嘩してみようみたいな。あ、しかそういうこと。違う違う、じゃあ普通に今日違う、この間を提供した罪みたいな違う、本当に違う。罪やん。普通に企画がこうやってあって、一番えぐいわ。やってねえ。一番えぐい。マジでやってないって。プライベートでもね、さらすとか言って。じゃあこれは俺考えてないマジ違う。めちゃくちゃやっとるわ、本当に。 YouTube のために魂売っとるわ、マジで。俺ここまではやらない、さすがに。関係ないよ、関係ないです。関係ない、本当に2人で打ち合わせしたんで。本当に2人ですか？本当にそうです、まあ、ちょうど企画会議するんで、その時喧嘩してみようみたいな。怖いわ。手を一言って。企画会議でカメラなんか普通回さないじゃないですか、冷静に考えたら。始めましょう、始めましょう。はい、始めましょう。どうぞ。はいはいはい、いただきました。綺麗が、綺麗が。はいはいはい、どうでしたでしょうか？面白かったでしょうか？ヒヤヒヤしましたか？ヒヤヒヤしてくれたらめっちゃ嬉しいです。ヒラヒラしたのかな。ヒラヒラしましたか？ヒラヒラしましたか？はい、まあ、最後は笑顔で締めましょう。はい、はい、チャンネル登録とグッドボタン、ザッス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 。また見てねまた見てね、また見てね。はい、あざっす。止めまーす。よいしょ。怖っ。